はい、猫と金魚という、一席でございました。まさに日本語の言葉遊びと社会風刺を取り入れた、まさに日本の伝統芸能落語の真骨頂ではなかったのではないでしょうか。それでは最後になりますが、最後演目は漫才です。高橋秀明と高橋優作による火炎ライターというコンビ名、高橋秀明の鋭いツッコミ、高橋優作の緩やかなボケ、こちらの二人に注目していただきたいと思います。それでは火炎ライターによります漫才です、どうぞ。を取り戻したい高橋秀明です。ねえ、よろしくお願いします。まあこのね、お笑いライブのね、最後ね、ちょっと今詰まりましたけれども、まあライブね、最後の時をやらせていただきます。まず自己紹介から。僕の名前が経済学部1年高橋秀明です。はい、相方の理工学部1年高橋優作でございます。この2人で会員ライターとして最後の取りをやらせていただきますね。え、頑張っていきましょう。はい、もうさ、突然で申し訳ないんだけど、はい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 、あの漫才切り上げてさ、家でマリオカートやってきていい？ダメに決まってんだろ。なんでこの場でマリオカートやりてんねん。頼むよ、俺挽回するチャンスをくださいよ。ダメに決まってんでしょ。いやさ、今回の欅祭でさ、お笑いのプロの方がうちの大学に来たじゃん。まあ来たね、さっき12時や4号館で U 字工事とかね、結構受けたらしいですけど、うん、かないっこないよ俺たち。競うわけじゃねえんだからさ。いやでも勝てっこないよ、やけどしちゃうよ。なんで滑る前提で話してんの。やめてやめて、さっき滑ったんだからやめてよ、本当に本当に。じゃあそこまでだよ、頑張っていきましょうよ。そこはやけどって言えばさ、かじっておかないよね。ネタの振り方雑すぎない？ちょっとつなぎ方が雑すぎるよ、本当に。いやまあね、確かにね、火事は怖いですよ。まあああいうのは冷静に対処することが大事です。じゃあさ、冷静に対処できるからさ、家でマリオカートやってきていい？うん、意味がわかんない。なんだそのつなぎ方。ダメに決まってんでしょ。てかそもそもさ、冷静に対処ができんのか、お前に。大丈夫だよ。本当か？じゃあそういうシチュエーションを用意するから冷静に対処してみなさいよ。わかった。おい見ろよ、火事だ。本当だ。急いで連絡しないと。カジナウ。つぶやいてるバイクお前。アップしなきゃ。痛め取ってんじゃねえよ。何いきなり野獣馬根性丸出ししてんだよ。そこはさ、消防車に連絡しなさいよ。0120。フリーダイヤルじゃねえか。119にかけろよ、お前そこは。そうか。119は、いい男、いろんな意味で苦しめばいいのに。で、覚えることにしよう。そのひがみにまみれた語呂はいらねえって。かけたはいいけど、何を言えばいいんだっけ。そこからかよ。いきなりしくじってんじゃないか。そこはさ、火事が落ちてる現場はどこかって伝えなさいよ。燃えてるところ。何見えじゃねえか。逆に燃えてない火事現場ってどこだよ。鎮火してんだろそれ。違うでしょ、住所を言いなさいよ。住所、手っ取り早く。地球。ひどすぎるよ。確かに他の銀河系の可能性はなくなった。月や火星の可能性はなくなった。でももうちょっと狭めてこう。東京都だとかさ、杉並区だとか、何丁目何番地だとか。消防車を呼びました。待て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 、なんだこれ、何これでさ切り上げてんの。ダメだよ、ちゃんとそう最後まで消防車を呼ぶ手順をやりなさいよ。突っ込む暇があったらさ、そっちが連絡取ってよ。それ言っちゃ身も蓋もないでしょ。漫才が成り立たないでしょ。分かってるじゃん、消防車を呼んだ。じゃあ消防車が来るまでの間、俺たちは一体何をしていればいいでしょうか。マリオカート。絶対に違う。なんで火事が落ちてもいいやね。行ったそばからやるんじゃねえ。しまえ。違うでしょ。そこはさ、周りの人集めてさ、バケツリレーやって水をかけるんだよ。バッシャー。それにではない。まあ、若干ヒートアップしてたからいいけどさ、違うでしょ。火元にかけるんだ。一回やってみろよ。はい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 。ちょいちょい飲むな。二回見逃したけどさ、なんで飲むんだよ。いやさ、喋っててさ、喉乾いちゃった。Me too だバカ野郎。つかピン芸やって滑って俺の方がよっぽど喉乾いてんだよ、この野郎。我慢せ、ちゃんとやれ、もう一回。はい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 。くそ、全然消えないよ。くそ、なんでだ。やっぱりサラダ油じゃダメか。当たり前だろ。何気に油注いでんだ、この野郎、お前。やっぱりごま油の方がいいのかな。変わらねえつむ。若干ごまの香りが香ばしいだけです。水をかけなさい、水を。バッシャーン。それにではないよ、だから。違うでしょ、火元にかけなさい、火元に。そうか。所詮俺とお前は、水と油の関係ってわけか。意味わかんない。何うまいこと言ったみたいな顔してんねん。BS とすな、お前。今、マリオカートがいいところなの。違うわ、しまえ。終わってからにしろ。違うでしょ。バケツリレーに今集中しなさいよ。バケツリレーをやりました。またそれか、お前。都合悪くなったら全部これで切り上げるだろ。どんだけマリオカートやりたいんだよ。違うんだよ。ちゃんとやれよ、最後まで。じゃあね、わかったよ。
バケツリレーやってるんだよ。そしたらな、後ろからな、女性の声が聞こえてくるんだよ。まだ、まだうちの子が、うちの太郎があの中に。今時、太郎って。名前なんてやろ、お前。久々に聞いたな。つぶやくんじゃねえ。そういうこっちゃねえんだよ。そしたらな、俺はその女性に向かって言うんですよ。大丈夫です。あなたの息子さんは僕が絶対助け出してみせます。おいおい、こいつ奥さんに対してフラグ立てる気だぜ。何茶化してんだ、この野郎お前。この後二人は目の前の火事のように燃え上がっていくのです。俺が不謹慎だよ。そういうフラグ立てるとかねえよ。俺はね、人妻には興味はないんだよ。でもお前さんの好きな AV って人妻ものじゃ。根も葉もないこと言うんじゃない。俺の好きなものはね、巨乳女子学生ものです。何言わせてんだ、この野郎。とっとと俺はね、助けに行きますよ。俺も行く。行くの？うん。もし、俺の命に何か関わるようなことがあったら、俺は絶対お前を盾にする。裏切り者！やっぱりさ、自分の命は惜しいじゃん。じゃあそもそもついてくんなよ。いやいや、そこはさ、女の子に話す武勇伝の一つや二つは欲しいんだよね。動機が不純。分かったよ。じゃあ突っ込む前に水をかぶっとくんだよ、身の安全のためにな。ばあさん、あ、それサラダ油。何かけさせてんだこの野郎。じゃあ俺ごま油。変わんねっつうの。ごまの香りが香ばしい以外変わんねっつうの。今の状態で二人突っ込んでみ。そろってボーンでやらんでよ別に。違うでしょ、水をかぶれっつったじゃん。水をかぶりました。もうそれ禁止。もう切り上げんな、これで。どんだけ面倒くさがり屋なんだよ。じゃあ突っ込むから覚悟決めろよ、お前。見えちゃダメだ、見えちゃダメだ。今のモノマネとかいいから、やらんじゃなくて。いくぞ、せーの。80年代のバラエティが、こんなんで画面切り替わるか、お前。正面とかに決まってんだよ。せーの。んー、マリオみたいに飛ぶんじゃない。ちなみに今年マリオは生誕25周年。偉いやろ。だいたいお客さんから見たらね、今の指52人になってんだよ、お前。ちゃんとやりなさいよ。じゃあ火事現場に入りました。そしたらな、声を上げて太郎くんを探すんですよ。太郎くん、太郎くん。ん、あれはいたか。へそくり。何を見つけてんだよ、お前。猫ばばすな。そして何してんだよ、お前。そしたらな、上2階からな、男の子の声が聞こえてくるんだよ。助けてって。そう、それこそがこの家で病気で命を落とした男の子の霊の声だったのです。いやー、違う、ホラーじゃねえ。まだ死んでねえから助けに行くんだろ。とっとと階段登るぞ、お前。チャリンチャリンチャリン。お前もそんな、お前。ちなみに今年マリオは生誕25周年。いいか、また50人になってるし、学習能力ゼロか。とっとと階段登れよ。階段を登りました。もう何も言わん。まあ、じゃあ2階に着きました。そしたらもう一回声を上げて太郎くんを探しましょう。太郎くん、太郎くん。うん、あそこにいたか。奥さんの下着。何を見つけてんだ、この野郎。お前 D カップ結構着痩せするタイプなんだな。どこ見てんだよ、お前。なんで下着道路すんだ。そして違うでしょ、太郎くん探さなきゃいけないんだよ。時間がもうないんだよ。大丈夫大丈夫。何が。だって太郎くん下着入れの中にいるよ。どこにいるの、太郎くん。めちゃくちゃいい顔してる。将来が心配だ。そんなこと言ってる暇じゃねえんだよ。じゃあ俺か太郎くん抱えるから急いで逃げるよ。キックボードで逃げんな、お前。いや、そりゃそうなるよ。階段があるんだから走って逃げなさいよ。やばい、柱が倒れてきたよ。避けろ。いや、太郎くんを盾にすんじゃねえ。だからって俺盾にすんな、お前。約束したろ、お前を盾にするって。了承してません。盾にしないの。じゃあ太郎くん帰ってろ、急いで逃げるぞ。おい、こっちから来た。はい、頼む。よし、なんでキャッチしろん、しねえんだよ。なんでバレーボールのシステム入れたんだよ、急に。キャッチングでお願いします。わかった。まずい、こっちから逃が。はい。どうだ、どうだ、キャッチしろ。はい。キャッチ、よし。なんで逃がすんだよ、お前。次の精神は今いらねえ。マリオカートをすな。いや、ポケモン。どっちもええ。しまえ。走れ。やばい、下から炎が。飛び込む。チャリン。コイン、飛んだ。ちなみに今年マリオは生誕25周年。いいんだよ、また50人になってるし。もう出口はもう目の前だ。急いで走るぞ。やばい、天井が。いやー、太郎くんは頼む。ルイージー、秀明。なんで俺急にマリオの弟になってんだよ。秀明、お前あと何期残ってるんだ。マリオか。俺そのまん、もうまんまミーやって、その何回も死ねるか。うん、くそ、相方がピンチだ。いや、つぶやいてる場合じゃねえんだよ。早く太郎くんせずに言えんだ。俺はもうダメだ。バカ野郎、そんなことできるか。そんなこと言ったって。だって俺、お前にまだ、お金返してもらってない。金かよ。いや、あのさ、返してくれたら、とっとと置いていくから。この白鳥者が。金も諦めろ。もう太郎くん、それで早く逃げろ。もう逃げ、そこまで。え、太郎くん、ただすな。相方がうるさいな。つぶやくんじゃねえ。ちょっと待って。全然できてねえじゃねえか。何考えてんだよ。やっぱりさ、火事は消防隊の人に任せて、俺たちはいいで、マリオカートしようぜ。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。はい、というわけで30分間にわたりまして、お送りしてきましたお笑いライブ、いかがだったでしょうか。短い間でしたけれどもね、皆様に楽しんでいただけたら幸いでございます。それでは出演者を紹介したいと思います。
まず最初ピン芸をやってくれました、漫才もやってくれました、高橋秀明です。今回企画して、まあ、3人だけでね、少数精鋭でね、30分間短くやろうっていうのは建前で、純粋にね、僕の人脈不足で人が集まんなかったんですね。はい。まあね、面白かったらね、ツイッターの方でつぶやいてもらって、面白くなかったらね、ちょっと記憶の外から出してくださいということで、まあ、またどこかでお会いしましょうということで、まあ、ありがとうございました。受け取れて頼むことがないですよね。はい、とりあえずですね、私たち4人が所属しております成蹊ラジオクラブが1号館という白い建物の前でホットドッグを販売しております。1個200円からの販売でございます。ぜひ皆さん最後にお買い求めください。それでは最後、皆さんで客席の前で、客席とね、一体となって、お手を拝借一本締めで締めさせていただきたいと思います。皆さんお手を拝借よろしいでしょうか。よろしいですか。それでは、よーどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サインもありますので、ぜひ受け取って帰ってください。そして1号館のテントの前、ホットドッグ販売しております。成蹊大学ラジオクラブが一生懸命作っております。ホットドッグ販売しております。1個200円から、バナナドッグというね、デザート感覚のホットドッグもございますので、皆さんぜひお買い求めくださいませ。皆様今日は本当にご来場いただきまして、ありがとうございました。気をつけてお帰りくださいませ。